そこ砂に隠れる石ガレイカレーは、カレーメカレイ科に分類される魚類の総称である。砂や泥の海底に生息し、海底に潜むのに適した平たい体をしており、目が体の右側の面に二つともある特徴的な形態をしている。北極海、太平洋、インド洋、大西洋の沿岸の浅い海から水深1000メートルの深海までに生息する海水魚、気水に生息する種もいる。 5赤から7赤に分類され、世界で100種ほどが知られる。日本近海で獲れるものでは、マガレー、マコガレー、ババガレー、ホシガレー、メータガレー、赤ガレー、イシガレー、オヒョウなど数十種が含まれる。体は平たく、両目は沼ガレーなどの一部の例外を除き、原則として体の右側の面に集まっている。逆に、ヒラメ類では、目は体の左側側面に集まる。 しかし、個別の個体では、偶発的に逆となる変異現象がある。両目のある側を上にして海底に横向きになり、砂や泥に潜るなどして潜む。体の目のある側は、黒褐色から褐色、特有の反転を持つものもある。この体色は体表にたくさん散らばっている、色素細胞である黒色素法の大きさを変える。ことにより、周囲の環境に合わせて変えることができ、保護色となる。 両目のない側は白色。背びれと尻びれが長く、背びれは頭部から始まり、尾びれの根元まで、尻びれは頭部のそばにある小さな腹びれから尾びれの根元まで続く。妖精は目が普通の魚と同様に左右に分かれてついており、体も平たくない。成長と共に変態し、目がだんだんと右側に移動していき、体が平たくなり、また浮き袋がなくなり、 定性の生態となる。カレイは外種て長寿命で、ヨーロッパ産の一種プレーズで50年、お表で40年などの記録がある。主に肉食性で、小魚や海底の無脊椎動物を食べるが、似たような外見で、フィッシュイーターであるヒラメとは異なり、捕食行動はやや大雑把である。そのため、ヒラメ釣りでは、生き江の小魚や俊敏な動きのルアーを用いるのに、対し、 カレー釣りでは、五回染めのほか、鈍重な動きのワームを用いる。日本語の、カレーは、東栄、または、カレーイの添加とされる。カレーの、は、歯に由来し薄いもののい、王が魚を、半分食べたところを水に放すと泳ぎ出したとの、中国の古事から、王余魚、王余り魚ともかくが、ヒラメをも含めた言い方である。このほか、エビ、カレツオツ、カガレー。 魚などの漢字表記もある。漢名はカレーであるが、ヒラメとの根性で、変口魚、ヒラメなどとも呼ばれる。カレーはフランス語ではリマンド。英語では、カレー、ヒラメ、シタビラメなどカレー目の魚をフラッテフィッシュと総称する。そのうち、カレー、ヒラメはフラウンダーと呼び、体の右側に目が寄っているカレー科などの魚をライチャイフラウンダー、ヒラメ化。 ダルマガレーカなどの目が左側に寄っているものをレフタイフラウンダーと呼ぶ。カレー科のうちお氷類を特にハリバットと呼ぶがその区別は曖昧である。また牛の下カなどに用いられるソーレを名の一部に持つカレー科の魚も少なくない。カレー科は5赤から7赤に分けられる。主な種はカキの通りである。カレー目にはカレーカ以外でもカレーの名で呼ばれる種は多い。 ヒラメ科のアラメガレー、天竺ガレー、メガレー、ダルマガレー科のダルマガレー、トゲダルマガレー、コーベダルマガレー、ヤリガレーなど。これらはヒラメを参照。また、地方名では、牛の下科の黒牛の下をスジガレーや、ニジリガレーなどと呼ぶ例もある。カレー赤学名、プラロネクティニーツノガレー族。編集、ツノガレー族学名プラロネクッツチの種は、別族のスドプローデネクッツ族とする説が、 提唱されている。二の種は、別族のレビダプセタ族とする説が提唱されている。マガレーイ一マガレイ、学名スドプローデネクッツハーゼンスタイニー、英名リトルムースフラウンダー最大50センチメートルほどになる。他種より口が小さく尖っており、口細などの別名がある。太平洋北西部、千島列島、カラフト、沿海州から、紅海、牧海、朝鮮半島沿岸。 日本沿岸、東、シナ海中部まで分布。日本では、北海道、本州沿岸、瀬戸内海など、水揚げ量が多い。マコガレーイ1マコガレー、学名プラロネクッツ横浜へ、英名マーブルドフラウンダー最大45センチメートル、程度。太平洋北西部、北海道南岸以南の日本沿岸、瀬戸内海、朝鮮半島沿岸、航海、北海、東。 シナ海北部まで水揚げ量が多い。浄化カレーはマコガレーの地方名で大分県肘町沿岸で取れるもののこと。特に美味しいとされ、高値で取引されるブランド魚である。黒ガレー1黒ガレー。学名プラロネクッツオブスクルス40センチメートルほどになる。太平洋北西部、オホーツク海、日本海、航海まで。日本では北海道で取れる。 黒頭ガレーとよく似ており、区別せずに扱われることが多い。黒頭ガレー1黒頭ガレー、学名プラロネクッツシュレイノキー、英名クレストヘッドフラウンダー最大50センチメートルほどになる。太平洋北西部、千島列島、オホーツク海南部から日本の北部の沿岸、日本海の朝鮮半島東岸まで、黒頭とも呼ばれる。黒ガレーとよく似ており、黒ガレーと呼ばれることも多い。 北海道では、釣りの対象として人気が高い。アサバガレーにアサバガレー。学名プラロネクッモチガレー。英名ダスキーソーレ40センチメートルほど。太平洋北西部。オホーツク海南部から、朝鮮半島。日本では、本州北部の沿岸にかけて、マガレー、マコガレーに似ている。シュムシュガレーに、占い神ガレー。学名プラロネクッズは入りにあたす。 英明ロックソーレ最大60センチメートルほど、北、太平洋に広く分布する、日本海北部、朝鮮半島、オホーツク海、ベイリング海から、北アメリカのカリフォルニア沿岸まで、カナダなど、北、アメリカで漁獲量が多い、和名は、千島列島の占い森島から、プレースヨーロッパプレースとも、学名プラロネクッツプラテッサ、英明プラス、ヨーロピアンプラス最大1メートルになる、 大西洋北東部、グリーンランド、ノルウェー南部から北アフリカのモロッコ沿岸まで、地中海のスペイン、フランス沿岸など、ヨーロッパで最も漁獲が多い種で、生あるいは冷凍で広く取り扱われている。内陸湖のアラル海に放流され、漁獲がある。花ガレーバナガレー、学名プラロネクツプロバーシディウス、英名プラロネクツプロボシディアと同種とする考え方もある。 スナがれいつながれ学名プラロネクツプンクトティッサムス。英名サンドフラウンダー。30センチメートルほど。千島列島。オホーツク海南部から日本海北部にかけて分布。北海道。東北北部に水揚げされる。身が薄く、油があまり乗らない。口が細長く尖っている。体高は高く体型がひしがた。目のある側に、砂流のような細かい斑点がある。目のない側には背びれ。 尻びれに沿って、幅の広い黄色い帯がある。泳ぐ姿がまるで海底の砂を食べるように見える。ことから砂ガレーの名称がついたという。また、カレー類の中では最も価格が安い。砂ガレー族、編集ヒレグロ族、編集ヒレグロ族学名、グリプトセファラス大西洋ヒレグロ学名、グリプトセファラス、サイネグロッサスアイサポセタ族、編集アイサポセタ族バターソウル学名。 アイサポセタアイセレピスババガレー族、編集、ババガレー族学名、マイケロスタマスレモンソウルなど、北ヨーロッパの約200メートルの浅い岩礁に分布し、体長65センチメートル、約3キログラムに成長する。ババガレー、バーガレー、学名マイケロスタマスアクニー、A 名スライムフラウンダー60センチメートルになる。中部日本沿岸以北、千島列島南部、カラフト、日本海。 公海、北海、東、シナ海に分布。体表が粘液を多く分泌するためぬるぬるしており、ナメオーガレーの呼び名がある。煮付けなど、東北、北陸の一部などでは、年越しにババガレイを食べるため、年末に市場価格が数倍に跳ね上がる。通年で周り大きなものは高価だが小さなものは安い。煮付け、塩焼き、干物にして、非常に美味。沼ガレイ族、編集。 ヌマガレイ族プラティクシースヌマガレイ、ヌマガレイ、学名プラティクシースストレイトス30センチメートル。カレイ科に属する数少ない目が左側にある種、気水域や淡水にも入ることがあるのでこの和名がついている。実際に、その名の通り河川でも釣れる、ヨーロッパヌマガレイプラティクシースフリーススイシガレイ族、編集、イシガレイ族学名、カーリアスイシガレイシガレイ。 学名カーリアスバイカロオレイタス、A メイストーンフラウンダー50センチメートルほど、太平洋北西部、日本、千島列島、カラフト、朝鮮半島、中国、台湾、沿岸の海域、河川や湖障などの汽水、淡水域まで侵入する。目のある側の背びれ、尻びれの根元に沿うように、骨片の突起が並ぶ。分類は、沼がれい属に含めることがある。メタ属。 編集、メータガレー族学名、プラーラニクシースメータガレーメツーガレー。学名プラーラニクシースコルヌトゥス、英名リジド、アイフラウンダー30センチメートル。北海道以南の日本沿岸、朝鮮半島沿岸、黄海、北海、東、シナ海。目の間にトゲがあり、メツーが語源とされる。関西では、本メイタと呼ばれ特に人気がある。流れメータガレー流メツーガレー。 フラーラニクシース SP、メイタガレイに非常に似た外見を持つが、体が細めで、味はかなり落ちる。関西では、バケメイタと呼ばれる。柳虫ガレー族、編集、柳虫ガレー族とスきやす柳虫ガレイ、柳虫ガレイ、学名となきやす北原い、永明ウィロエフラウンダー30センチメートル。北海道以南の日本沿岸、朝鮮半島沿岸、航海、北海、東、シナ海。 若サガレーは、若ワ湾で採れる、柳虫ガレーで、これを、人よぼしにしたものが、京都でよく食べられるサ、笹サガレー。分類では、ヒレグロ属に入れることがある。虫ガレー赤学名、イアプセティニー虫ガレー属。編集、虫ガレー属。イアプセタ虫ガレー虫ガレー。学名イアプセタグリガー獣医、英名シャーテッドハリバット40センチメートル。日本の太平洋岸。日本海。 朝鮮半島、紅海、渤海、東、シナ海。主に干物などに利用される。赤ガレー赤学名、ヒッポグラスイディニ赤ガレー族。編集、赤ガレー族学名、ヒッポグラスイズ体高が低く、片方の目が頭部の上端に寄っている。口が大きい。赤ガレー赤ガレー、学名ヒッポグラスイズルビウス。英名フラットヘッドフラウンダー45センチメートルになる。 太平洋北西部、オホーツク海、日本海などに分布、カムチャツカ半島から、朝鮮半島、日本沿岸など、目のない側の体色が、地が滲んだように赤みがかる、ドロガレー、ドロガレー、学名ヒッポグラスイズロブストゥス、英名ベリングフラウンダー30センチメートルほど、北太平洋、北海道沿岸から、オホーツク海、アリューシャン列島、アラスカ付近まで、総八総八、 学名ヒッポグラスイズピナトレム、英名ポイントヘッドフラウンダー太平洋北西部、日本北部の近海、総八族クライスソニースに分類する説もある。痛みが早いため鮮魚で出回ることはない。油に独特の風味があり、干物に加工されることが多い。グリーンランド赤ガレー学名ヒッポグラスイズプラテスイズ、英名アメリカンプラスを表赤学名、ヒッポグロスサニーを表属。 編集を標続学名、ヒポグロッサス太平洋お標太平洋表、学名ヒポグロッサスステナレピス、英名パシフィックハリバット最大2.5メートル、350キログラムに、達するカレー下では最大の種、北、太平洋に広く分布する、北海道以北、オホーツク海、ベイリング海、ュクチ海の南部、カリフォルニア半島からメキシコ沿岸まで、また、 ハリバットという名前でも呼ばれており、ゲームフィッシングのターゲットとされているらしい。大西洋表大西洋表、学名ヒポグロッサスヒポグロッサス、英名アトランティックハリバット松川族、編集、松川族学名、バーアスパーカワ、マツ松川、学名バーアスパーモセリ、英名バーフィンフラウンダーメスは、体長80センチメートル、 体重6キログラムになるものもある。太平洋北西部、日本の北部沿岸からオホーツク海南部、カラフト、千島マ列島まで、目のある側の鱗が大きくザラザラしており、松の樹皮のようであることから、背びれとしじびれに黒い島状の門が入る。水揚げ量が減少している。北海道では、エリモ伊勢海域松川主源回復計画を策定種苗放流等に取り組んでいる。 これに関連し、エリモ異性栽培漁業,業振興推進協議会では、この海域で水揚げされる本種を大ガレと名付けた。また近年に養殖も試みられている。星ガレイ聖ガレ学名はアスパーベリアギアタス。英名スポテッドハリバット60センチメートル。太平洋北西部、日本中部、朝鮮半島沿岸、東、シナ海まで、比較的暖かい海のカレー。 背びれとしじびれに黒い島状の門が入る。目のない側の表面。尾びれの根元などに黒い斑点がある。水揚げ量が減少しており、沈潮される。油がれい族。編集。油がれい族アザースス油がれい。油がれい。学名ヤザースエバーマニー。英名カムチャトカフラウンダーサメガレー族。編集サメガレー族。クリデダーマサメガレイザメガレー学名クリデダーマアスペラーメム。 a 名ラファスケイルソ o r e カワラガレアカ学名。ロンバスライニーカワラガレイ編集。カワラガレイ学名。ポセラプセタトーガレイアカ学名。ライプセティニートワレイ属。編集。トーガレ族学名。ライプセタパラリクトデスア科学名。プラリックソディニーパラリクトデス族編集。パラリクトデス族学名。プラリックスズ学名プラリックスズアルゴンシス。 英名ペファードフラウンダーカレーの煮付けほぼすべての種が食用になり、日本では刺身、寿司、煮付け、焼き物、揚げ物など様々な料理に用いられる。また、冬のカレー、特に産卵前の時期のメスは大きな卵巣を持っており、小餅カレーと呼ばれ甘辛く煮付けたものが日本の冬の味覚として好まれる。干物、特に風よしもよく行われる。日本料理では、 多くの場合、魚の頭を左に配膳するのに対し、頭を右に配膳する珍しい魚でもある。中華料理では、唐揚げ、虫魚、煮魚などとして食べられている。また、総八ガレー、ババガレーの干物は、数ある魚類の干物の中でも、非常に美味である。第1位浜田漁港、第2位松川浦漁港、第3位霞漁港、第4位、八戸漁港、第5位堺漁港カレーは、 浜田市の市の魚に指定され、ドンチッチカレーカレーというレトルトカレーが発売された。カレーは人気の高い食用魚であるが、寿命が長い分、成長が遅く、大きく育てるには長い年月が必要であるため、養殖に適しているとは言い難い。そのため、出荷サイズまでの養殖はほとんど行われていないが、新魚から採取した卵を孵化させ、 稚魚になるまで育ててから放流する試みが行われ、種類によっては一定の成果を得ている。特に市場価値の高い松川などは2000年代から養殖も行われている。小ちカレーに強いアレルギーを持つ人がいる。これは、カレーの魚卵タンパクに由来する抗原によるアレルギーで、ジンマシにアナフェラキシーを起こす。この小ちカレーのアレルギーは、牛肉や豚肉にも交差反応を起こすことが知られ、 高い確率で牛肉や豚肉の摂取によってもアレルギー反応を起こす。ただし AB 型や B 型の血液型の人にはこれらのアレルギー症状を持つ比率が極めて低いことが知られる。これらのアレルギーの原因は過去にマダニに噛まれたことによりマダニの唾液腺に存在するガラクトース α-1、3ガラクトースによって対象者の免疫が監査されたことが原因であると 推測されている。なお、このアルファーガルに対して、アレルギーを持つ人は、蒸気の小持ちカレーや牛肉、豚肉のほかセツキシュマブにもアレルギーを呈する。フリーランス雑学ライダーズ編、当て字の面白雑学 P511988 年、長岡書店フリーランス雑学ライダーズ編、当て字の面白雑学 P51 から521988年。 長岡書店 AB フリーランス雑学ライダーズ編、当て字の面白雑学 P52988 年、長岡書店、渋沢慶造、日本魚名集ラン乱大二部、P255、1944年、東京、生活者 AB 渋沢慶造、日本魚名集ラン乱大二部、P277、1944年、東京、生活者、渋沢慶造、 日本ウオメイ州ランダイ2部 P2781944 年東京生活者渋沢慶造日本ウオメイ州ランダイ2部 P2841944 年東京生活者渋沢慶造日本ウオメイ州ランダイ2部 P2911944 年東京生活者マイケロス・タマスキット フィッシュブイス。2007年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月27日閲覧。マイケロス・タマスキット。エンサイクロペディア・オブ・マリーン・ライフ・オブ・ブリテイン,ア,ンアイルランド・ハベタス・オンライン。2007年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月28日閲覧。魚介類の名称表示等について。水産庁。 2013年5月29日閲覧。日高の水産丸ごと情報館。週刊水産新聞2007年2月26日付。松川陸上養殖。1年で出荷。ハット ABCDEF ラジオ日経2014年9月11日放送。丸子皮膚科。セミナー戦艦。優子牛肉アレルギーの意外な実態島根。大学医学部皮膚科。講師2017年12月5日閲覧。 ありがとうございます。